さくやさん、あの子たちは？家出娘と狐なら話してやったよ。いいだろ、下手なことしても後が怖いからね。いいけど、後が怖いって、あんな小さい子が家出するなんてとんでもないことだよ。さくやさん、ちゃんと保護してあげなくちゃ。心配ないよ、平気平気。金はたんまりあるみたいだし、世間を生き抜く知恵も知識も力も持ってるよ、あのお子様は。たくましいことだね。でも家出するには家出するだけの理由があるんだよ。放っておいてやりな。で、なんでうずきがいるんだい？この山に来てると思って会いに行ったんだよ。私の読みも捨てたものじゃないみたいだね。うずき、なんでケイに限っていつものガンクレで追い返せないんだい？刃物までおまけしましたよ、今日も。昨日は鬼の実物付きでしたしね。今日だって鬼と間違えられて転ばされたりしたけれど、我慢比べは私の勝ち。あんたは何をのほほんと。この調子では何を言い含めたところで無駄でしょう。まったく、あと代々の太平落差加減と真由美の強情さが合わさると、こうも非常時に扱いづらい性格になるわけだ。そりゃあ頑固一辺のうずきの方が折れるしかなくなるわけだよ。あ、さりげなく悪口言ってる？それって全然褒めてない？当然全然褒めてないよ。あんたはとっとと向こうに帰るべきだって、その意見は変わらないんだからね。それをまだ見てないもん、お父さんの実家なんて言うから連れてきてやれば、いつの間にか抜け出して自分から鬼に関わりに行くし。うずきさんは鬼じゃないよ。似たようなものさ。意を持って意を制すっていうのが大昔からのこの国のやり方だよ。大昔の鬼切部の元締め、陰陽寮の頭を張ってた安倍の生命なんか、化け狐との愛の子だしね。で、うずき、あんたはどうするつもりだい？どんな方針固めてケイと関わっていくつもりだい？そんな、私が勝手に。ダメダメ、将来の展望が何一つとしてないようじゃ、ケイとの付き合いを認めるわけにはいかないね。あ、そんなのお母さんにだって言われたことないのに。さくやさん、あんな小さい子の家ではほったらかしなのに、私の友達付き合いにはうるさいこと言うんだ。それってあの子はたまたま会っただけの他人だから？それとも薄木さんとは仲悪いから意地悪するの？それもあるけど、非常時だからね。それで薄木、私がそばにいる限り、ケイさんを鬼から守ることはできます。あの双子の鬼を切れば当面の脅威は払えるでしょう。まあそのぐらいはやってもらわないとね。ですが問題は、ニエの血が次の鬼、そのまた次の鬼をケイさんのもとへ引き寄せるだろうということです。この地に張られた結界が外にその存在を悟られないよう隠す役割を果たしているようですが、ケイさんは私と同じ時期に外からやってきた。だけどケイさん、あなたはつい最近まで鬼の影すら知ることなく、ここではないどこかで育った。そうだね。うん、この10年は全然遠くで。昨夜さん、ケイさんはどうやってニエの血を隠していたんです？ああ、それは多分あれのせいだね。ケイ、携帯貸しな。ケイと
かけた謝礼。バカ言ってるんじゃないよ。お守りストラップにしてるだろ。あ、おばあちゃんが持ってたっていう。なるほど、そういうことか。何？どうしたの？この玉には私の知っているやり方で力が織り込まれている。その力が今までケイさんを守っていたんだ。あ、やっぱりこの玉を持っていたら波動の家のことを知らない鬼はわざわざ私を狙わないってことだよね。その通りなんだけど、この玉の力は枯渇しかかっているんだ。新たに力を織り込まないと、もう何ヶ月とは持たないね。え？どうしよう、どうしよう。やっぱり私帰ってもダメだよ、サクヤさん。ああ、気に食わないけど、うずきが役に立つみたいだね。でもでも、私は別にいいんだけど、家も学校も違うんだから、いつも一緒ってわけにはいかないし。あんたね、うずきの話ちゃんと聞いてなかったのかい？うずきの知ってる術とやらでって言っていたじゃないか。つまりうずきは力を補充できるってことだろう。一朝一夕でというわけにはいきませんが。やれやれ、これで補充が済むまで結界のあるこの土地から離れるわけにはいかなくなったね。うずきがそいつの有効期限が切れる前にデリバリってくれるなら話は別なんだけどさ。私はそれでも構いませんが。ダメだよ、うずきさん、そんなに迷惑かけられないよ。大丈夫、私待ってるから。とか言ってその方が迷惑だったりしてね。私足手まとい。そういうことだよ。ケイを守りながらだとあんたの大事なお役目に影響出るんじゃないかい？問題ありません。それに私が狙われてるんならおとりぐらいにはなれるよ。その必要ないよ。少なくともあの子はケイには手を出さないはずだからね。問題はのぞみと見影の方だ。そちらが動くのは日没後でしょうし、呪符を使えば侵入を防ぐことができますから、ケイさんの安全を確保しつつ役目を果たすことは可能です。そういうわけだよ、ケイさん。一昨日の夜にあげた呪符なんだが。あ、あれ、おかげで昨夜は助かったよ。どうもありがとうございました。
札のおかげで間一髪。鈴木さん、どうしたの？いや、きちんと役に立ったのは良かったんだがね。最初に説明したように、部屋の四方の壁に貼っておいてくれればと。貼っておいたら？あの姉妹のような仮初めの写し見しか持たない霊体は、そもそも入ってこれなかったはずなんだ。ジュフとジュフとをつなぐ囲いは結界として作用するんだ。つまり霊的な力で壁を作るようなもので、壁は内と外とを隔ててくれる。私何やってたんだろう。満足。そうだね、見るからに幸せそうだ。私結構甘党なんだ。それにこのクレープ屋さん、何気に侮れない仕事してるよ。私の地元の人気あるお店よりも美味しいかも。私、蛇塚銀座通り。空腹だったんだな、とね。そんなこと。
それを抜いてもね。だけどね、私山登りしたんだよ。うずきさんだってまだこれぐらいはペロッと入らない。うずきさんは私より早い時間から出かけてるんだから。あ、そういえば朝ごはんの時にいなかったけど、ちゃんと食べた？いや。あ、朝ごはん抜き？お腹空かないの？もしかしてうずきさん、甘いの嫌いとかダメだったりした？子供の頃は小遣いなんてもらっていなかったし、好きなものを好きなように食べられる環境ではなかったからね。彼岸絵のぼた餅や萩の餅、上司の白酒などが楽しみだったよ。美味しいよね、ぼた餅の萩。でも上司って白酒だからひな祭り？残念ながら船場ではひな壇を飾ったりはしないんだけどね。兄さんにはだから私が女らしくならないんだと言われたりもしたよ。その喋り方とかちょっと女の子っぽくないかなって気がするけど、うずきさん以外の船場の人もそうなの？そんなことはないよ。私の口調は兄の影響だろうね。同じ年頃の子たちとは遊ばずに、年の離れた兄の後ろをついて回ってばかりいたから。大人の人に注意されたりしない？船場では相手が実の両親でも目上の人に対しては敬語が基本だからね。兄さんだけだったよ。私が普段敬語を使わず接していた目上の者は。いいな、私もお兄ちゃんかお姉ちゃんが欲しかったな。だけど仲良し兄弟なんだ、うずきさんのところ。そうだね。兄さんは私の親代わりであり、剣の師であり、目標とする人でもあった。どうしたんだい？好きだったらどうして食べないのかなって。